管楽器の体感が全然違うと思うんだよな。どうなんですかね、うん、なんか、うん、例えば、うん、じゃあ、うん、あの要するに、うん、厳密に言えば違うかもしれないですけど、うん、ここで肺が膨らんでとかやってるじゃないですか、うんうん、要するに、うん、昔流行った、うん、あの風船を膨らませて、はいはい、っていうなんかその流行った、そうなんかね、風船ダイエットってなんか、うん、知らない知らないってやると要するに息を吸う、うんうん、まあそれをずっとやってることだから、うんうん、痩せんじゃねえかって俺は昔思ってたけど痩せなかった。いやでも全部痩せるでしょあれ。俺ね代謝上がると思うんだよね。最近俺チャリもらったんですよ。いいチャリもらって、はい、チャリ乗ってんのすぐやめちゃうかもしれないけど、すげえね、体調いいんですよ。あ、まあね、動かすとね。そうそうそう、うん、チャリ乗ってカロリーが減るとかいう話じゃないらしくて、うん、なんかこう循環してる状態でいるとっていう話でしょ。どころんかっていう自分もそういう気分になるだろうし、まあ、でも結構どうなんだろうな、トランペットの人太っちゃうとか多いしね。ジャズとまた違うのか。いや多分ね酒飲んでるからですよ、うん、あそっか、あれは単純に飲み方食い方の話か。そうそうそう、単純に飲み会が多いだけです。あ、なるほどね。なんか行ったんですよ、あのガレスピーバンド、あー DJ ガレスピー、なんだっけ、そうそう、コットンクラブか、東京ブとか。あでコットンクラブってですよね、うんうん、広いですか。そこそこ広かったですよ。でなんかもちろんガレスピーないから、太っちょの人が吹いてた。金髪ですか。いやいやいや、あ、うん、何の名前忘れちゃった。誰だろう、メガネかけてました。かけてなかった。へ、ね、ベースボールキャップかぶってたよ。面白かった。へ、うん、太っちょだったっすけど、ね、ジャズの人とクラシックの人ってなんか微妙に距離あるじゃない、うん、あれ未だにあるでしょ、うん、やっぱりそれもブレスの違いなのがやっぱり。いや距離っていうのはどういう意味で。音の出し方全然違うじゃない、うん、で俺は全然関係ないからパッと見た印象ですけど、うん、ジャズの人に対してクラシックの人は俺はジャズじゃないと思ってるし、ジャズの人はクラシックの人見て俺はクラシックじゃないからねって思ってる感じがあるじゃない。わかります。わかりますよ、うん、でもなんかその、うんうん、多分、うん、なんだろう、極論は全部同じ音楽なんですけど、うんうん、もちろん例えば、うん、語源が違うって感じ、うんうん、その音の出し方が違うから、うん、発音が違うから、うん、だからもともとは同じ日本語でも、うん、東京でいる人と関西でいる人と青森がいる、うん、そんな感じの、そういう感じ。じゃあお互いにいいとこも見えてる。いやだろうな、そうそう本当にそうなんだけど、うん、だからその、うん、それを習得するには、うん、やっぱりクラシックの人がジャズの吹き方をやるには、うん、一回クラシックを捨てるぐらいの人じゃない、なるほどね、じゃないと。あ、面白い話だよそれ。だけど、うん、そこまではできないじゃん。お互いだからなんか接近したくてもできてないのか。そう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 、ジャズの人もジャズ捨てないと無理だもんね。でもね、うん、でも、うん、あの奏法とかそのなんだろう、発音まで、うん、そクラシックの吹き方っていうわけではないけど、でもジャズの人は、うん、クラシックをすごく尊敬してる、うん、曲を。例えば音楽の父のバッハ、うん、ジャズの人たちはすごく、うん、バッハの曲を、うん、自分たちなりに解釈して、うん、いろいろクラシックの曲をそういうジャズスタイルで演奏してたりするし、うんうん、だからそういう意味では、うん、ジャズの人ですごく上手な人は結構クラシックをやってたっていう人も多いし、うん、まあ、いろんなエッセンスを取り入れられてる人がやっぱりいいけど、やっぱクラシックの人は、うん、ジャズ本当のジャズっていうの、うん、クラシックの人がジャズの曲を吹くような、うん、クラシックの吹き方でジャズを吹くってじゃなくて、うん、ちゃんとジャズを習うってなるとやっぱりちょっと、うん、やっぱ壁があるのかな。あ、壁があるっていうのはまず一個はやっぱりアドリブ、うん、アドリブをやれるかどうかっていうのはやっぱり、うん、やっぱり一から勉強しないと。まあそうでしょうね、クラシックしか見たら楽しそうに見えるんだろうじゃないの、うんうん、
まあね、自由だしさ。サッチモとか、うん、クラシックの人とは別のアプローチで歌謡曲にアプローチいっぱいしてるじゃないですか、うん、例えばラビアンローズとかさ、うん、あれエディットピアフでしょ、うん、さっき多分、うん、で上手っすよね、ジャズの人のアレンジっていうのは、うん、なんかあそこそういう感じで来るよねっていうのが来る、曲げ方とかもなんかさ気取っててかっこいいしさ、そうそう、だから、うん、自分は、うん、例えば、うん、なんか音の出し方を綺麗に、うん、ポーンって出して、うん、音の終わり方もこういうのがすごいクラシックで綺麗な終わり方、うんうん、アタックがトーンってしてない、そうそうそう、ってことでしょ。で、うん、それをすごく勉強してて、うん、本当に最初の頃はそのジャズの人の吹き方だったり音色はあんま好きじゃなかったんですよ、うん、自分の理想と違うから音が、ね、そうでしょうね、音が理想と違うから、うん、だけど、うん、まあ今の職場だったり、うん、いろんなそういうプロの人の音を聞いて、うん、その人たちの、うん、なんかその、まあ、ジャズの人たちのすごくいい音、うん聞いて、うん、そうそう、もともとはやっぱり全員その同じ音楽だ、いい音楽だけど、うん、そのやっぱりその表現というか違うんだなって思えたら、なんかすごく受け入れられた。確かにさ、やっぱりその黒人文化なんでしょうね、ジャズはね、うん、クラシックがもちろん下敷きにあって歴史から見てもそうじゃないですか、うん、でこうなんていうのかな、こうやったら面白いじゃんっていうのを簡単なものをポンって切り取って見せたところがある気がするんですよ、うん、こう一般的なね、あれですよ、うん、ですだけど、まあでも昔ほとんどだから、うん、ニューオーリンズのジャズで仲間同士でやってからのだとしたら、うんうん、そう、あそこってさ、そこっすよね、歴史の分岐点って、うん、多分そのスーザーだっけ、うん、元さんがそうだった、あのジャンル、うん、まさにニューオーリンズでしょ、だからそれ、うん、であとは、うん、そういう、まあ、まあ極端に言えばそういう文化と、うん、クラシックは、うん、もう何百年前の作曲家作ったものを、うん、いかに再現するかっていう、まあそういうね、ところがあるから、ね、だから楽譜があって、うん、中立に、うん、そのそれぞれの解釈で表現するっていうところに重きを置いてるから、うん、やっぱそこの文化は違うけど、でも、うん、バッハってさっき言った人が、うん、楽譜に、うん、メロディーが書いてあって、うん、あと、うん、5とかその音に5とか8とか9とか書いてあって、うん、でそれだけの楽譜なんですよ、うん、で今で言うそれジャズでリードシートみたいなもんで、うん、で5と8とかは、うん、その鍵盤のその、うん和音の配置とかだから、うん、そのだからバッハは宮廷音楽で、うん、そのオルガンでミサの時とか、うん、すごく弾いてた、バイトとしてすごいやってたんだけど、うん、だ要するに即興なんですよ、うん、だそういう意味では、うん、まあ音楽はいいクラシックだけど、うん、バッハはジャズだって言ってる人も結構いる、あ、まあそうでしょうね、いっぱいいる、うん、でそれは本当にそうで、まあ、でも、もう超えられないと思いますけどね、もう誰も、あの人は。まあまあ、そうなんでしょうね。全部の音楽につながってますから。まあ、本当全部そうなんでしょう。本当に。うん、ジャズのクラシック。って俺は思うけど、うん。クラシックの話でいいですか？いや、全然いい。あの、バッハ、うん、バッハと、うん、ヘンデルっていう作曲がいて、わかります。同じ、うん時代なんですよ、生まれたのも、うん、で、うん、でも作風っていうのが、うんまあ、割と違くて、うん、それが面白いなと思って、うん、それはなんか生、うん、い立ちが関係してて、うんうん、バッハはずっとドイツで生涯を終える、うんうん、宮廷音楽で、うんミサ宗教の音楽をずっと書き続け、うん、ヘンデルはいろんな地を渡り歩く、うん、イタリアだったりです、うん、だから曲もね、うん、
バロックなんですけど、うん、明るいんですよ曲が。蝶々、うん、ドゥアル、うん、割とバッハは、うん、モールの曲単調、うん、だそれすごく面白くて、うん、で僕もチューバのリサイタルっていうのを2016年にやらせてもらったんですけど、うん、前半にバッハの曲とヘンデルの曲を持ってきての違いとかをやったら、うんうん、お客さんはすごく楽しんでくれましたけど、ね、あやっぱだから生い立ちとかでも全然変わってくる、うん、バッハのその宗教的な一面っていうの惹かれるよね。確かになんか、うんうん、一言で言うと変態ですね本当に。なんか絶対あんな思い浮かばないもん、うん、ああそうなんだ絶対うん、なんか楽譜でね有名な話だけどあのなんていうのそうそう大砲大ねっていうか本当ね、うん、もうなんかこんな多分もっといっぱいそのバッハを研究してる人いっぱいいるから、うん、浅はかだからいやなことないあんまりないけ言えないけど、うんうん、やればやるほど分かれば分かるほど面白いし、うん、そうなんでしょうね謎が深いあの作曲家というかあのピアニスト誰でしたっけあの人グレン・グールド。ああもうバッハ大好きじゃないですか、引き込まれていく感じあるもんねやっぱり、ねうん、なんか乗り移るですよ多分うん感じるなんか、うん、そうなんかね、うん、本当そうですね、うん、日本人が、うん、しかも好きな感じだしああいう感じそうだと思う音楽の源流に触れてるような気にさせてくれるところが確かにあって、なんか野村監督の名言集みたいな本があったんですよ、うん、なんかコンビニでしか売ってないような感じ、うん、あ最近なくなったもんねそう、うん、で、うん、それがなんかちょっと惹かれて、うん、リーダーの格言みたいな、うんで見たら、うん、めっちゃ良かったんですよ、うん、めっちゃ良くて、うんうん、買ったいやでそこで買えなかったんですよ、うん、で走ったかお金持ったからあそっかそっか、うん、でもなんかなんとなくもう気になって買おうと思って、うん、今日ここに来る時に買おうと思って、うん、見たらなかったなくて、うん、どうしても買いたくて、うん、3軒ぐらいコンビニ回ってきた超いいじゃんあったんですかないマジで必殺のアマゾンかなじゃあいやで、うん、あのここら辺にツタヤがあるんですよ、うん、ツタヤがあって、うんうん、ツタヤだったら本屋だからあるだろうと思ったらそこもなくて、うんね、出会えないんだだからそこはね、うん、昨日だったらね買えたんですよ一期一会だったのかなそう、うん、買えるでしょうね買えるしでも今日買えないってことは、うん、今日はお前は出会うことじゃなかったんだよみたいなあるある明日出会えるかもしれないなんかさあんまりそういうのを言うとさ変な人生まれるから言わないようにしてんだけど言っていいっすよ全然あるよあるある今日電車で行こうかなと思ってたけどチャリだったとかさ、はい、車だったっていうのとかなんかそれはね今日、うん、何かするに対して、うんまあ、要するにそのスピリチュアル的なね、うん、なんかそういうあのパズルがはまるような感覚とかスピリチュアルパズルなんていういいねそう思う、うん、あるあるなんとか、うん、そういうのは、うん、うまくいかなかったら今日は、うん、あそういうふうに今日じゃないんだなとか全然あるでしょそういうのねあのね信じてるミュージシャン結構いっぱいいますよいや音楽の人はそれできないとダメだと思う例えばさ、うんカレー食いてえと思ったらするじゃん朝、うん、朝なんかカレー今日カレー食いてえなみたいな、うん、そのまま流れでさみんなでさスシローとか行っちゃったらさ、うん、やっぱカレーだったってことあるじゃない、うん、分かる分かる最初の声はちゃんと聞けっていうのがあるじゃないですか分かる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 例えば出づらい音とかあるでしょやっぱ環境とかも含めて、うん、上行くか下行くかっていうのもあるじゃない、うん、あれ瞬時にサインをキャッチできたら選んでいけるよね、うんまあ、やっぱり鳴る音って最初に思いついた音じゃないですか、う
なんかカレーの話挟んだのかなとかもしんねんけど、だから結局ロゴでもレコーディングして、うん、結局最初が一番いい、一番いいに決まってんだよね。その迷いとかどっち右行く左行く左っていうのがちゃんと入ってた方が絶対最初のテイクが結局あるある、これが一番いいかみたいな感じね、うん、何回テイク取ったとしても絶対そう。でもね、絶対そうだね。例えばなんかそういうね、うん、なんだろうな、まあだからもうちょっと、うん、もうちょっとあれっていう感じで言うと、うん、例えば、うん、日々生活して、うん、例えば電車があるじゃないですか、うん、電車に乗るときに、うん、すんなり乗れたとか、うん、信号待ちとか、うん、あんまりなかったとか、うん、そういうラッキーと思うことが小さいことでもいいんですけど、でも絶対そうですよね。それの積み重ねだと思うんですよ。積み重ね。だってそうじゃん、その電車に乗れて青信号続いてっていうとかさ、そうそう、だからそういうスラーでしょ。そう、音符で言うとさ、こう前の流れをちゃんと引っ張れて乗っていけるかって、そう、そういう世界であるよね、うん、と思うんですよね。だからそれはね、うん、俺は信じてる方信じれなくでもね、信じた方がいいでしょ、だって音楽なんて、うん、でもね、そういうの全く信じないミュージシャンもいっぱいいるし、うん、でも俺信じてると思うな。結局ここで切る流れ切ったりとかいろいろの繰り返しじゃないですか、音楽って。うん、どうなんだろうね。でも、うん、例えば、うん、もうじゃあ、うん、もう楽器のばさが関係するからあれだと思うんですけど、うん、占いっていうものを信じるミュージシャンと信じないミュージシャンがいるとするじゃないですか。占いって言っちゃうとね、また違うあるかもしれないけど、原理は一緒な気がする。そう、だから信じるか信じないかじゃないですか、うん、それ自分にとって、うんうん、まあだからそういうのを信じない人って占いもスピリチュアルもなんか同じくくりだと思うんですよ、うん、ああなるほどね、多分ね、うん、でもだからそういうまあでもそこがね、面白い話してるよ、うん、そうそう、ただだから うんうん、それで別にどうってことじゃないんだけど、うん、なんかさ、あのすげえ不思議なやつだけどなんかすげえじゃんあいつみたいな感じなやつって大体なんかそういう感じがするじゃん、うんうん、神秘的なものっていうのを感じ取れなかったら音楽家としてどうなのっていうのがあるから、だから、ね、ただその占いとかになると分かんないですよ。ただ普通に生きてきて普通にちょっとあるかもしれないけど信じざるを得ないようなことも起こったりするじゃん。分かる分かる。だからそれはもちろん音楽には反映されるものなんじゃないかなっていう認識です俺はね。